アタックが出ません。さあ、本日は ISC 石井スポーツグループ2012-13年スキーニューモデル仮想フェアご来場いただきましてありがとうございます。今ユーストリームスタートしちゃいましたよと。さあ、それでは今日のスペシャルゲストをどんどん紹介していきます。16時からのゲストはこの3名となります。まずは3年連続チャンピオン丸山貴男。イエース、どうぞ。そして、金子あゆみ、はい、そして山田拓也。さあ、これですね。さあ、マイクを持ってください。一応マイクを持って喋るということですが、タクヤはちょっとマイク今1本しかないから待ってね。どうもこんにちは。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 リズムが1テンポ遅れておりますよ。大丈夫ですか？大丈夫です。いい女だね。はい、社交辞令です。そうですね、面白かしくラジオ番組なんで力を抜いていきましょうね。はい、それではもう一度紹介しましょう。丸山貴男くん。はい、皆さんこんにちは。どうも。クリコエミじゃあ、今でも見てる。これが金子あゆみのレジ。いいですね。はい、山田拓也。よろしくお願いします。ういうい。さあ、マイクを3本でうまく回していきますけど、大きな声で喋ってくださいね。はい。はい、さあ、まず一つ言いたいのは、ラジオ番組です。はい、適当に喋ってください。はい、でも、適当に喋っても、こんなことしちゃうと、ユーストリームで全国配信してますね。あ、わかりました。気をつけてくださいね。今日はファックスとか届かない。ファックスとかね、今ユーストリームにコメント起きたら届きますけど。わかりました。このユーストリームで流れるって、あなたたちはちゃんと紹介しなければ来ないよ。わかりました。わかりました。はい。っていうか、いいね、その髪型。どこの髪型、髪型。あ、俺、僕の髪型。ね、もみあげなくなってね。はい、僕もみあげないんですよ。やめたの？いいっすね、マスさんもみあげ。いや、切るからやだ。懐かしいね。まあ、そんな話はいいんですけど。さあ、それでは、スキーの話を進言していきたいと思いますが、まずは3年連続チャンピオン。はい、どうです今の心境は。今の心境ですか。そう、よし、3年取ったチャンピオンと呼ばれる今の心境。今、変わんない？変わんないですね。あの、今はむしろあんまり考えてないです、そのことを。すごい。いや、直後はもちろん考えますけど、はい、今は全然。今は全然。今何考えてるの？っていうか、3人とも喋っていいんだからね。普通に喋っていいんだからね、あの変わりまくってもいいから、はい、今何も考えてない。いや、本当に今、今日、本当に今日感じたことを言いますけど、拓也さんが今日久しぶりに来て、で体見て、やばいね、あ、練習してるなと思って、もうやってるなと思って。やってる？いや、一応やってます。おお。いや、もう顔つき見たら分かるじゃないですか。分かる分かる。だからこういう顔つきしてないんで。ああ、はい。1点も遅れてる。そう。まだ始まってない。始まってない。始まってる。始まってる。ちょっと始めた。ちょっと始めた。はい。どうなの、後ろから追われる立場。いや、正直言うと成績では追われてますけど、あの、追いかけてるんで。え、何を追いかけてるの？山田拓也を。おお、はい。ね、ちょっと一枚上手だよ、もう。綺麗なこと言います。綺麗なこと言います。本当に。昔はこんなこと言わなかったのにさ。素晴らしい。いや、本当に本当にタイムリーな気持ちは、うん、拓也さん見て、うん、あ、すっごい練習してるなって見えて、うん、いや、僕も今この段階ではやってますけど、うん、見て、ああ、やっぱりやってるなと思って、そうだね、ちょっとまたこう、よし、明日から。あ、スイッチ入っちゃったんだ。いや、入ってないですけど、そんなには。でもちょっと入れちゃまずいぞ。さすがだなと。はい、まあ、でもそんなですね、チャンピオンになりましたけど、生活は豊かになりました。生活が豊かに。いや、はっきり言う、なんだけダメだよ。そうですね、まあ、あの、スキーで、まあ、生活ができている状態なんで、うん、それはすごい、あの、ですよね、嬉しいですね。はい、はい、じゃあ、あゆみちゃん、はい、1点遅れました。遅れてないです。ちょっと、はい、若くして、ちょっとさらに綺麗にした桐子みゆきバージョンですね。本当ですか？同じような顔してません。言われません。え、同じ顔してるって言われません。いや、そう、同じ振りにされたら高尾さんが怒ってしまうと思うんで。高尾なんで怒るんだよ。でも可愛いよね。はい、全然会話が噛み合わないんですよ、この人は。え、今回成績何だったっけ？今年3番です。あら、去年なんか黄色をつけてなかったっけ？そうですね、ゴールドビブなんてものつけてました。おー。で、今年は3番になっちゃったけど、はい、来年はもちろん、来年はもちろん狙ってきます。はい。で、高岡から見て練習してる？
この前大阪で5日間一緒だったんですよ、はいはいはい、5日間でどん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 こう緩んでった感じがしますけどじゃあマイナスになっちゃって今日もっとマイナス。いやでも今日はなんかシャンとしてるなと。シャンとしてると、ね、今日は緩く言ってくださいよ。いや先週の大阪トリップは本当に日に日にダメな方向に行ってたんですけどちゃんと平日になってちゃんとリズムを整えてたんです。そんな感じ。はい、またちょっと週末が心配です。あ滑りはいいけど、喋りもっとちゃんとしろ。喋り滑りまくってんの本当ですよね。ちょっと教えてください。じゃあ大丈夫よ、目を見てガーッと喋ればいいの。そうそう、その目素敵。社交辞令ですさあ、それラジオ番組なんか楽しくいきましょう、はい、さあ、山田拓也、はい、この後サーフィンと馬に乗っかるわけでしょ。そうですね、これからはまあ、ちょっと雪上も終わったんで、海と、まあ、時間のある時は海と、あとは夏に入ると乗馬ですね。乗馬、はい、ねえ、生き物と一緒に生活するんだもんね。また今度遊びに行っていい？あ、ぜひ来てください。高尾も行かなんだっけ。乗馬は行ったことないです。すごいよ。いや、海もいいんだけど、馬も。馬やばいですか、うん、取材で北海道行った時に、はい、拓也の牧場に訪れたんですよ、はい、前持ってください。で、馬をこうやって鳴らしながら、マッスーさん、今日この子はこういう感じだから、こっちの馬にしてくださいっていうぐらい、馬と会話する。え、馬はマッスーさんが行くとびっくりしないんですか。そうだから、いや、びっくりする。びっくりすることしないと。で、馬と向かって、ふぅぅぅぅぅぅぅやってるから、それ冗談ですよね。で、まあ、そういう自然の中にいるタクヤもすごいなと思いました。で、今回は技術戦何位？技術戦、今年は4位ですよ。おー一番狙ってたのね。そうです、まあ、目標は一番ですけどね。でも4位っていう数字も決して悪くないし、最高ですよ、はい、お父さんに会ったよいつもうちの拓也が新郎新婦とか言ってマジですか。同じコースのさ、同じです、ね、まあ、そんな話がありましたねさあ、そんなですね、ちょっとくだらない話から入りましたけど、ゆるーくいきたいと思います。今回、いろんなマテリアルが発表されましたけど、丸山隆夫君から言ってもらう、ここは小笠が変わったよ、デサントはここは変わったよ、ヘルメットはこれ変わったよって、なんか感じたものあります？そうですね、昨年、ロッカー元年っていう形で、はい、まあ、ロッカーを取り入れるメーカーが多くて、そしてさらにこう各メーカーともロッカーの機能を、どういうふうに取り入れていくかっていうところを、はい、まあ、計算されて今シーズン来たと思うんです。で、特に今はいろんなメーカーそれぞれですけど、そのロッカーの良さを、まあ、引き出せながら、今までの良さを、まあ、持ってるっていうようなところがあるので、特に僕が履いてる小笠スキーでは、はい、完全にフルロッカーっていう形にしないで、小笠的にはフロントフロートっていうんですけど、名前の呼び方が従来のスキーの特性を生かしつつ、はい、ロッカーの要素も取り入れたっていうスキーなんです。その板を履いて技術出たの。そうです。へえ、はい、じゃあ今まであったカービングスキーとは違うんだ。違います、はい、それをね、この DJ の時に知りたかったね。あ、大会中に。そう、大会中にマテリアルを変えてこの滑りになったってことを理解して喋りたかったんです。なるほど。そのやっぱり何ですか、ハイブリッドっていうのは僕理解しようと頑張ったんですけど、はい、3日後、2日後かな、はい、ハイブリッドで滑ったら転んだんですよ力抜いたらそのままパターンとか言って僕なりに勉強、笑ってんじゃないよ、僕なりに勉強してるんだけどハイブリッドすぎたんで、ちょっと待って、どういう意味ただそのロッカー好きっていうかね、はい、そういうものもこれからもっと感じたいんで、はい、今度滑る前に教えて。そうですね、このゴーグルはこういう風に見れるんだよとか、はい、このヘルメットは、まあヘルメットは頭守るんだけどね。でも滑りは相当変わってましたよね、この前見た。いや、だって頑張ってるもん、少しずつ。そうですよね。だって一緒に滑ってて、ぶっちゃけね、マッスルはいろんな人知り合いですよねと言っている俺が滑れなかったらかっこ悪いでしょ、みんな。いや、だから履いてたスキーをどこのスキーと言わないですけど、うん、僕があえてね、はい、あえて言わないですけど、あのスキーはロッカーですから。あれがロッカーだ。そうです、そうです。分かった。はい。っていうことはみんなに俺言っていい？ダメです。ダメ？はい。じゃあ今ロッカースキーって板を置くと、はい、さらに上手くなっちゃうよということね。だから要素はすごく可能性があるんです。そうなんだ。だから、まあ、昨シーズンもそうですけど、今シーズンも本当にいろんなメーカーがそこをどうにかして取り入れたいと思って。なるほど。はい。だからスキーが楽しいわけだ。で、小笠スキーも皆さんが履いてもらえるような一般モデルの中にその要素を取り入れたんで、そういったところを、まあ、
よく説明を聞いていただければ、ね、ここにその板があって滑れる場所があったら最高なんだよね。まあそれは最高ですね。今度俺がお金出して作るか。ぜひザウスをここに作っちゃおう。ここです。そう、汐留に、うん、そういうトラックに移動する。できません、はい。まあそんなあの祭りある大阪のフォーカス、これはもう売り場で分かりますね、はい、教えてもらえると、はい、おすすめは何。おすすめは僕らがあのゲーセンで使ってる TC っていうシリーズ、テクニカルコンペティションっていう。それ完璧。はい、それもいいです。あれ入ったら丸山たこうなれる。まあ、僕になりたいかどうかの問題かもしれないですけど大丈夫です。返し方うまいね、ちょっとね、返し方うまいよね最近。さすがですよ。綺麗です。綺麗だよね。おい、タケ置いてかれるな、頑張れよ。さあ、じゃあ次ですね、あゆみちゃん。はい。履いてる板、今回の3位になった要因、はい、まあ1位も最後俺とって変わらないんですよ。はい。あの、喋ってる僕がしたら全員1位に見えるぐらいですか、ジャンプ台まで行くと。でも、はい、成績を残せる板の今回の特徴はやっぱりロッカー好き。そうですね、と基礎のジャパンセレクションは私たちロッカーのスキーのものではないんですけど、もちろんロッカーも出てるんですけど、フォルケの場合やっぱり軽さをすごい。なるほど、はい、今度重さできたか。フォルケの人は全体的にすごい軽いので、うん、アクセスもロッカーのものもアクセス滑りやすいんですけど、軽さがすごい軽いので、うん、取り回しがいいのね、はい、すごい動かしやすいので、ジャンプ台とかも止まることなく。ここで見てんだけどさ、はい、白いウェアで可愛いなんか髪にピュッと出しちゃってさ。そうなんですよ。ゴーグルつけてから見られるけどね。そんな冗談ですよね。今ラジオ番組だから気にしないで。そうです。大丈夫です。全然気にしないです。気にしてる。ごめんなさい。一本あげるから許して。はい、どうぞ。ありがとうございます。一人酔っ払わないからね。はい、今日使っています。で、あの、今年、今日来られてる方、何色の、はい、どのウェアをおすすめします？とデサントで、ゲームウェア、もちろん出てるんですけど。何色がやるの？どうですかね、今年ゲームウェア白で、加藤さんも白で。かっこいいよね、はい、白だと全部白じゃないもんね。ちょっとちょっとボワーンとしてるね。レディースも少し明細が入った、二重に少し着て見えるような感じになってるので、白でもすごい白でシンプルなんですけど、しっかり可愛さもアピールできてるウェアだと思うので。じゃあ、売りは白ね。白ですね。あれ、高尾板さんのルーズパンツみたいに見える腰巻きみたいに見えるやつ、はいはい、あれも今年出るの？もちろん出てます。それをあゆみのモデルと僕のモデルと合わせて N スタイルって言うんです。 N スタイル、はい。おナチュラル、ナチュラル、ネイチャー、ネイチャー、ニュー、ニュー、この意味。かっこいい、はい、全部くっつけて N の、はい、N スタイル、はい、うそうなんです。すごいね。どうするって感じですよね。であのゲームでは、あのゲームって試合では、うん、あの白い上下でお互い揃えたんですけど、うん、カラーバリエーションを豊富にしようということで、僕のタイプはユニセックスになります。で、アイムのタイプはレディースっていう形で、ターコイズブルーとかすごいあの鮮やかな色出てるんで。いや、でもそれが今年、はい、来年のね、売りですね。そうですね。ゲレンデ行ったら、まあ、金子あゆみも高尾もたくさんいるような雰囲気になっちゃうんですね。高尾さんの方が若干5人ぐらい多いと思います。5人ぐらい多いと思う。5人ぐらい多いと思います。分かりました。さあ、たくや、どうよ、はい、このやきもきするトーク。いや、素晴らしいですね。勢い感じます。勢い感じます。特に勢いに行こうよ。はい、お願いします。たくや、今回4位になった要因は？4位になった要因、もちろん1位を狙ったと思いますけど、はい、何が足らなかったから1位になれなかった、ぶっちゃけトーク。まあ、技術的にも当然足りない部分もさ、全然だって変わんないよね。変わんないっていうか、もう上です。あ、また高尾が言いました。全然高尾拓也の方が上だって。全然そんなことなくて、これこいつの作戦では気をつけないです。でも一緒に飲んでてもそうじゃん。目が細くなった瞬間はね。俺そこまで気づいてなかった。でも本当に高尾の滑りとか見てると、もう滑りに迷いがないですね。あ、迷いのない滑りってこう大きく見えるし、はい、ただ自分の滑りを後でちょっと比較した時に、なんかこう小さく見える。身長じゃないですね。気持ちの迷いですね。そうですね。じゃあ迷ってたの？いや、本番中は迷いはないつもりではやってたんですけど、でも実際やっぱり滑り見ると、これはもうどう見ても迷いのある人間の滑りなので、そこで多分大きな差が。そのメンタル的な集中力の違いですね。そうですね、もうね、強いですよ、本当に。拓也さんの上だって言いながら、もう今の状態、かなり上から見ました。いや、本当に、
上から絶対見ないですよ。そう、それがね、こいつのいいところ。そうですね、ちょっとね、目がほら、ちっちゃくなってきました。いやいやいや大会では、きっちり勝負させてもらいますと、そう、ね、はい、そういうつもりで出るじゃないですか、うん、でも大会終わって、特に僕たちでデモスレターで、はいはいはい、でデモで合宿行ったり、デモの撮影をしたり、そういう時に拓也さんと一緒に滑るじゃないですか、うん、もう、僕なんて鼻くそみたいなもんで、そうなの、拓也さん滑って、僕滑るとなんか違いある、全然違いすぎて、いや本当にでも滑ったと言っちゃうでしょ、それ本番でやれよとか言っちゃうんじゃない。いや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 、あ、でもやられちゃった。いやいやいや、言ってないです。どこで行きました。言ってないです。その夜とかプレビューするんですけど、もう見るのが嫌になるぐらい。へえ、うん、じゃあその時にまたもっと頑張ろうって気持ちになるからいいよね。そうです、そうです。でもね、それでやっぱり拓也さんが上手いからといって大会で負けるわけにいかないから、うん、 そうだよね、それは大会ではきっちりやらせてもらいますと。ただそういう気持ちが多分迷いじゃない滑りになるのかもしれないですけど、ね、まだまだ。いやでもある意味単純なんですよ。単純です、うん、はい、単純さが一番集中力を生むんじゃないかな。だから歩みもめちゃくちゃ単純だもんね。単純で、だ見た感じわかる。だってラジオで喋ってる雰囲気じゃないもん。私なんでこんなの。いや、そんなことないです。単純です、すごい。あ、でも単純だからこそだと思いますけど、みんな、まあ、2人を追っかけてますし、拓也も追っかけてますからね。もうもちろんトップクラスは守り続けてくださいね。守り続けてくださいね。いや、一応 YouTube で流れてるんで、はい、一応2回目で追ってるからもう全部顔面映ってますから。いや、頑張ります。頑張ります。そのためにも、はい、たくさん練習して。たくさん練習する。はい、もっと大きくて喋ってくださいね。たくさん練習して。オッケー。はい。そういうことで、タケヤ、二人に言ってあげて、先輩から。はい。なんか言ってあげてよ。まあ、いつも通り。タケヤ、いくらでしょ。まだアドリブ聞かないね。まあいいけどさ、ダメです。でもね、やっぱり、今回の ICI の、カスタムフェアにたくさんのお客さんが来てくれてるわけですが、残りあとわずかなんでね、技術の話とか大会の話とかメンタルの話じゃなく、スキーを今やってる仲間とかこれからやろうとしてくれる方にスキーや代表として一言みんなになんかお伝えいただければと思います。たくさん変えようでもいいですよ。板は1年に1回変えろとか。そうです、まあ今の話題がすごい広くて何を続けばいいかな。いや、要するにスキーが大好きでトップクラスのみんながスキーをやってる方々のに対して、あ、はい、そう、スキーが大好き、スキーが大好きであればこういうところでもっと試合するでしょうねとかさ、なんか上からじゃない目線で。はい、わかりました、うん、はい、この展示会ですね、うん、先々週から始まったんですよ。で、そこでまあ代官山、そして大阪で今汐留、はい、僕的には3会場行ってるんですけども、はい、うん、もうそこで感じたのは子供、本当ジュニアって言われる、うん、キッズって言われる子たちから、はい、おじいちゃんおばあさんの世代まで、はい、すごい世代がたくさん来るんですよ。幅広いんです、世代が。スキーっていうのはそういう、まあ、幅の広いスポーツだと思うし、そういった意味ではこうものすごくいろんな可能性が秘めてるんじゃないかな、うん、分かりやすく言うと、ここがサーフィンの会場だったら、はいはい、うん、来てる人、いる人全員サーファーなんて分かりますよね。分かる、分かる、旗から見たら、うん、スキーのこういう展示会っていうのは分からないですよ。分からない、この人スキーやだなんて分かんないですよ。分かんない、分かんない。だからそれだけいろんな人がやってるし、いろんな世代、いろんな人がやるっていうことは、だからすごい交流の場も広いし。なるほど、はい、この部分っていう専門分野って言われるんだけど、実は専門分野じゃない、その幅が広いんで、そういう、まあ、スキーを楽しんでもらってるっていうことで、ただこの技術、いろんなことどん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 狭くなりやすいんですけど、すごく可能性があるスポーツだと思ってますので、そういうスポーツを楽しんでもらえれば。分かる、分かる、はい、なんか自分が突然何かをするんじゃなく、はい、雪の上で楽しめるから。そうです。で、その中でまたいいものがね、やりたいものが出てくればいいわけだもんね、はい、だからもう大きな言葉だね。そうです、大きいんで、はい、そう言ってみればと、また来シーズンニューモデルのかっこいいウェアを着て、いいスキー履いて、うん、で、ここだといろんなグッズが揃ってるんで、うん、本当、あ、これかわいいなってものを着てもらったり、使ってもらったり、
はい、そういうことをしてもらえばいいんじゃないかな。そういうことね、はい、もう自分の生活のリズムの中にね、はい、一つの、なんか朝ごはんみたいにくっつけてほしいって感じですね。そうですね、ちょっとまとまんなかったんですけど、まとまって全然、はい、ちょっとね、大きすぎる、はい、逆にそうですね、やられた。はい、あゆみちゃん、はい、スキー屋のみんなに、はい、どう、やっぱり 女性スキー屋として、うん、やっぱりこう女性の方がやっぱりこうたくさんもっと可愛いウェアに興味を持ったりだとか、うん、こういう展示会で可愛いアクセサリーに興味を持ったりだとか、うん、してどんどん女性の方に可愛い格好をしてスキー場に来てほしい。そうだよな、はい、古い格好じゃなくてな、はい、でやっぱりそこで出会いが増えていけば男の人も自然と増えてスキー界が盛り上がっていくと思う。それもいい、それもいい、はい、出会いはやっぱスキー場、すごい単純なんですけど、私をスキーに連れてってって感じですね。はい、なんで可愛いマテリアルとかどんどん見つけてもらって、はい、選んでください。はい、さあ、拓也。はい、そんな感じスキー屋に一言。いや、多分ここの会場に来られてる方もアルペンスキー、あとレースされる方から山スキーされる方もいろんなスキー屋の方いると思うんですけど、まあ、自分もスキーやってて思うんですけど、まあ、どん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 こう自分のやりたいスキーをやっていくと、ある意味こう型にはまっていってるようなことを感じる時があるんですけど、自分のやりたいスキーに対してこう自分のスタイルっていうんですかね、マテリアルもそうですけども、滑り方ですとか、あとゲレンデラインの楽しむ場所、はい、林の中、まあ、いろいろありますけども、なんか自分のこう独自の俺はこれで楽しんでるんだっていうものをですね、ぜひ作りながら、仲間とワイワイやっていくような、そういったスキーを肩にはまらずにこう自分の世界を、うん、雪の上だからね、全部できたらいいよね。だからもう逆に今度やろうよ、バックカントリー、サイドカントリー、そしてポールからアイスバーンからコブから何から、みんなで一斉にそこ滑って誰が一番に降りてもらえるかね。いや、純粋に楽しい、絶対面白いですよ。その時のビール美味しいだろうね。だって俺ヨーロッパとかカナダみたいにゲレンデの下にテラスがあるようなところたくさん作ってほしいですよ、うん、ぜひ八方でもしてほしいし北海道でもしてほしいし、はい、あゆめどこ、新潟です。新潟でしょ、はい、それがそれがやってくださいよ、はい、まあそんな感じでちょっと時間をおっしゃいましたけど、ちょっとしたお話になりました、今回はトップクラスの3名、タコが3連勝、タイミが3位、はい、タコが4位ね、とても貴重な時間ありがとうございました。こちらのね、ユーストリームで見てる方もですね、ぜひ次回の、カスタムフェアの会場に足を運びしていただければと思います、はい、来年もぜひ頑張ってください、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、スペシャルゲストの特集でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いいよ、それがいいです。こんな感じです。喋りやすいでしょ。はい、喋りやすいです。でももう来ないでしょ。来れないんですよ。